昨日彼氏と別れたんだよね。つらみ。ええ。つらみって何?うん。つらみはつらいってことだよ。ね、うん、んぶれして、ご飯も食べれない。え、うんうん、え。んぶれって何?うん。ねんぶれはメンタルブレイクの略で。へこんでる状況を表すよ。え、うん、え、大丈夫?。 でも今日ワンちゃん学校休むかもワンちゃん。え若者の言葉知らないの草草って何今日は若者言葉について紹介していきたいと思いますままじもちもちろんとりま とりあえずまあ、つらみ、つらーい、それな。確かにそうだね。ワンチャン、ワンチャンス。りょう、り、りょうかい。いみふ、いみふめ、いつめん。いつものメンバー。くさ、これはメッセージ上でよく若者が使います。 皆さん、どうでしたか若者言葉は年上に使うと失礼にあたるので若いい人にだけ使いましょう。私のお母さんに使っても理解はされなかったですなので皆さん使う時は気をつけましょう。